まあ、今ドラクエがね、はい、もうすごいですよ。プレステ4と DS で200万本突破ですか。もう過去7年間なかったこの記録なんですけれども、いつでしたっけ発売した。ね、先週ぐらいか、もうすぐ前ですよね。すげえ。全然原さんやったことある？ドラクエあるある、めっちゃ好きだったよ。ちなみに何が好きですか？テリーの冒険からやってた。6ですかね、それあれですよ。でもゲームボーイ、ゲームボーイドラゴンクエストモンスターズってやつですよ。また別のやつです。ゲームボーイの白黒、ポケモンとドラクエ足したみたいなやつです。白黒でだった、白黒だった、はい、はい。だからそれはドラゴンクエストモンスターズというやつです、はいはい、それまた別です。 DS でもやったことあります。全然話聞かへんなお前。ドラクエ DS でもやったことある。まあ DS は何ですかそれ。5とか5は確か名作で、まあいろいろあるんですけど、こう勇者じゃないですか主人公全部ね、はい、やっぱこう何回そのモンスターにやられても魔王が倒したとしても生き返ってくるじゃないですか。はい、無敵ですよね勇者は。そうですね。そのなんか僕見てびっくりしたんですけど、勇者って疲れるらしいですよ。意味わかります？疲れて倒れることあるらしいですよゲームで、うん、要するにさ、大体死ぬ時ってゲームオーバーなる時ってモンスターに倒されるとかね、そう自分のね、そのモンスターがいなくなるとか、引っかかるとか、それドラクエモンスターズの話やん。あ、すいません。全滅するとか、はい、いろいろ死に方はあるけど、疲れてゲームオーバーになることは。これスーパーファミコン版のドラクエ3だけなんですけど、はい、戦闘で66,535ターンやったかな、過ぎると勇者疲れて倒れるらしいですよ。疲れるんですよ、あの勇者が。勇者なのに疲れてゲームオーバーになるらしいですよ。へえ。これは実際に僕動画で確認しましたから。あ、そうなんですか。はい。どう倒れるんですか普通に。いや、なんか文章で何々たちは疲れ切ってしまったって言ってね。でもまあ普通に戦ってたらそんな起きひんけど、意図的に誰か試したんやろな。あ、やったら大体66,535ターンぐらいやった確か。やりすぎに注意とかそういう系ですかね。じゃなくて、でもこれ意図的にしないとダメ。あ、そうなん。いろんな戦いやった上で合計じゃなくて、その一戦闘でそれだけのターンを出すと疲れて倒れるらしい。いや疲れてゲームオーバーって絶対嫌やろ。まあ今までにはなかったこと。はい、ちょっとぜひね、まあ、今回のイレブンではどうなってるか皆さんちょっと試してみてください。